リツイートしよう。あ、リツイート、うん、しゃべります。ドリームキングダム、夏美ゆずのフルフレームミュージック。この番組は JR 武蔵小杉駅や JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。噛んだ最初からはい、皆さん明けましておめでとうございます。日本の生きと風流を歌う三味線シンガーソングライター夏美ゆずです。ありがとうありがとう。今ね、外にたくさん人が来てくださってる。わーい。はい、今日は新年最初の放送ということで、新年が始まって1週間、皆さんお正月はいかがお過ごしでしょうか。ね、正月だった人、お正月からお仕事だった人、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、私はね、今まで何年か年末年始すっごい結構忙しくて、バタバタだったんですけど、今年ね多少余裕があった。ね、30日はコミックマーケット冬コミにサークル参加してまして、で31日と1日がお休みだったんですよ。で2日からまたねちょっと活動してるんですけど、でも31日と1日がお休みっていうのがもう久しぶりすぎて、もう31日は紅白歌合戦をゆっくり見て、そして1日はね初売りに行きました、原宿に。衣装用のねかんざしとか買ってきたの、原宿で。もういや、いいお正月だったね。で今年の私の活動は1月6日から音楽活動スタートしまして、1月6日に七草が養殖スカイボリューム4をやりました。いや、もう4年目だと思うとちょっと感慨深いものがありますよね。私のオリジナル曲で七草っていう曲があるんですけど、それにちなんだイベントで、1月6日に原宿で開催しました。遊びに来ていただいた皆さん本当ありがとうございました。そして、月日の中で今日1月11日、何の日か皆さん覚えてますか。1月11日は鏡開きですね。皆さん鏡餅飾ってますか。私ね、ほら一人暮らしだし、あんまりお正月飾りとか、ね、一人暮らしの家で飾松とか飾らないしね、飾らないんですけど、鏡餅だけは毎年買ってます。出身が田舎なので、地元にいた頃に毎年親戚からこう鏡餅が来てて、その名残で今でもプラスチックでできたさ、スーパーに売ってるやつ買ってるんですけど、鏡餅ってスーパーで売ってるそのプラスチックに入った鏡餅、鏡餅型のやつの方が、お餅がさ、なんか鏡餅がはまってるやつとさ、こう中身がこう丸いお餅がこう包装で入ってるやつあるじゃないですか。鏡餅型の方がテンション上がりません？そんなことないかな。でもね、私今年間違って丸餅が入ってるやつ買っちゃったんで、うち帰ったらもうそれを開けてお雑煮作りたいと思いますね。はい、ということで、まあお雑煮派の人もおしるこ派の人も今日も元気にフルフレ抹茶を飲んで頑張っていきましょうということで、この番組は抹茶飲料フルフレ抹茶の提供でお届けします。日本の美味しい抹茶と日本の楽器三味線で、ここ川崎から世界へ日本の魅力を発信する番組です。よろしくお願いします。今ドリームキングダムの公式ツイッターアカウントからツイッターライブでも配信してまして、皆さんぜひツイッターでドリームキングダム検索して、聞いてみてください。夏ミューズのみんなの歌、イエーイ。お正月っぽい。ということで最初のコーナー行ってみましょう。夏ミューズのみんなの歌。このコーナーでは三味線シンガーソングライター夏ミューズが毎月季節にちなんだ新しい曲を作って発表します。突然ですけど、お正月の遊びってあるじゃないですか。コマとか、タコとかタコ揚げとか。皆さん100人一首ってやったことあります？実は私100
ちゃんとやったことないんですけど100人の平安時代から鎌倉時代の100人の歌人の歌を集めた、カルタゲームです。地域によっては小学校とか中学校でこう覚えなきゃいけなかったりとか、漫画でも人気になりましたよね。結構部活でも流行ってるらしいって。もう実はもう何年も前になるんですけど、こう文化界の大御所的な人からこう君は和歌を元にした歌を作ったらいいと言われまして、ただね、私その時気づいたんですよ。こう日本人だけど学校で勉強したけど和歌のこと全然知らないってことに。でね、それ以来だから、それがもう 2,3 年前なんですけど、ちょこちょこ和歌について調べたり、こう100人一首のこの100個の解説全部読んだりとかしたんですけど、もう言うてこの和歌ってこう 1,000 年前の文学じゃないですか。もうこの現代終わろうとしてる平成に生きてる私からすると、あんまりちょっと状況がよく分かんないのが多い分かるのもあるけど、ちょっといや、そのシーンでそういう気持ちになるみたいなのも多くて、まあ、そんな中でね、私が結構この共感というかシンパシーを覚えたのが小野の小町。小野の小町は六歌仙っていう有名な6人の歌人のうちの一人で、平安時代の人、絶世の美女だったとして有名ですけど、実はどんな人だったのか全然わかんないんですね。生まれた年も亡くなった年もこうどこのお家の人なのかとかもわかんない、まああんまり身分は高くなかったんじゃないかって言われてる。でそんな小野小町の100人一首に入ってる作品はね、花の色は移りにけりないたずらに我が身をに振る眺めせしまにっていう結構有名な句なんですけど、まあこの句はこのいろんな人に恋をしてちょっとふわふわしてる間に年取ってしまったみたいな若い綺麗な子もいっぱい出てきたみたいな感じで、まあ気持ちはわかりますよね。でね、私がその小野小町ですごい素敵だなと思ったのが、小野小町は結構夢について考えてる人で、夢について読んだ句が多いんですよ。で特にその小野小町の句で有名な、小野小町の夢三句というのがありまして、すごい五七五七七の中に夢についてのちょっと幻想的な雰囲気とか儚さみたいなのが込められてていい感じなんですね。で今の時代の私からしてもああまあわかるみたいな感じなので、今日はこう2年ぐらい悩み続けた挙句に作った、やっとできた和歌についての歌、歌いたいと思います。夏美ゆずのみんなの歌のコーナー1月の歌、聞いてください。小町。夢と知りせば覚めざらましを、少女の場
続きはライブで、ありがとうございました。1月のテーマ曲小文字でしたあ、すっごいこう現地観覧の皆さんがね超拍手してくださってて超嬉しい、ありがとうございます。こんな寒い中ね来ていただいて、武蔵小杉スタジオ、そう現地観覧ができます。ガラス張りになっててスタジオが、今手を振ったら外の皆さんが手を振り返してくれて一応建物の中なんですけど、こう自動ドアとか開くと風が来て寒いので皆さん厚着をしてお越しくださいね。今いらっしゃる方たちはみんな厚着してるから大丈夫はい、ちなみにさ、この100人一周エピソードがあって、去年の5月から7月に私アメリカに行ってたんです。夏ミューズアメリカ三味線ツアーで、そのカリフォルニア、ニューヨーク、ボストンって行ったんですけど、100人一首ボストンで流行ってて、っていうか私がこのお世話になった人が日本人の方で、ボストンで先生とかやってらっしゃって一生懸命広めてたんですよ。でまさかねボストンまで行って100人一首のテープを聞いて勉強するとは思わなかったんですけど、すごいそこで割とインスピレーションを得て、そこからもう何ヶ月ぐらい経ってやっと形になりました、ボストンの皆さん聞いてくれてますかね。できたよ曲、またね、向こうまで行ってまた演奏できたらいいなと思います。はい、じゃあそれではここでアメリカ行ってきて、今の話ボストンだったけど、その去年のアメリカツアー、カリフォルニアで作った CD、 夏ミューズフィーチャリングカイル・アボット、カリフォルニア・ドリームズより1曲聴いてください。オリジナル曲、田植えの歌。それではツイキャスご覧の皆さん、再放送ご覧の皆さん、そして外の皆さん、本日も元気にフルフルしていきたいと思いますここにカメラがある。ひねって、閉めて、フルフレー。美味しい抹茶ができました。できました。うまい、うまい。このツイッターをさ、一応これリツイートしとこうかな。ドリームキングダム、ドリームキングダムの今生放送中、リツイート、よし、リツイートできた。一応ね、今本放送では、田植えの歌が流れてます。ツイキャスご覧の皆さん、いただいてる曲は、夏ミューズの最新 CD、 夏ミューズフィーチャリングカイル・アボット、カリフォルニア・ドリームズよりオリジナル曲、田植えの歌です。この田植えの歌っていう歌は私毎回言ってますけど、出身が富山県入善町、すごい田舎なんですけど、その地元を思って作った歌になります。でね、このこの CD ね、カリフォルニア・ドリームズ
アメリカで作ったんですけど、実はこの CD の、こうジャケット写真見てもらうとね、私こう着物を着て三味線持った私と着物を着た、白人の、まあ、割とイケメンの男性が一緒に写ってて、見る人見る人から英会話の教材って言われるんですけどそんな英会話の教材みたいなジャケットに写ってるカイド・アボットさんが来年5月に日本に来ます。わー楽しみ。あ、全然音ずれてた。そう、来年のね4月、来年じゃない、今年4月から5月に日本来るんですよ。で、5月に日本でも一緒にライブする予定なんで、ぜひみんなにも生で聴いてほしいです。この曲も私のね、その1個前の CD わらべ歌にはピアノ弾き語りで入ってるんですけど、この CD ではこうこの素敵な三味線の伴奏とかをカイドが弾いてくれてるんですよ。なんでぜひね、もう生で聴いてほしいですね。これはもう白人の男性がさ、こう日本のすっごい民謡とかに合わせて三味線弾いてるだけでも結構衝撃的だよね、絵面がね。もうね、意外と聞いてみたら違和感ないですね。でね、そうアメリカとか行ってきまして、そのアメリカ行ったのさ、クラウドファンディングで資金を皆さんからご協力いただいて集めて2ヶ月間行ったんですよ。そのアメリカに三味線、日本の文化三味線をアメリカに広めたいっていうコンセプトで。で、そのクラウドファンディングについて、実は今年の1月6日七草がゆ食す会やった日の七草がゆ食す会夜にやったんで、朝実はちょっとセミナー講師をさせていただきまして、クラウドファンディングのやり方とかいろいろクラウドファンディングやって何が良かったかとか、こう体験談的なのをねプレゼンしたんです、みんなの前で。もう改めてまとめてみると、やっぱりああこういう気持ちでやってたんだなとか、私の活動理念ってこういう感じだったなとか改めて確認できて良かったですね。で、まあ今後もきっとそのクラウドファンディングとかっていうものは挑戦することになると思うんで、その時は応援していただけたら嬉しいです。あ、そしてBGM が変わりましたね。今かかってるやつが飲み会、今日、話したボストンでもなくてカリフォルニアでもなくてニューヨークで作った曲、これはで、まあ飲み会の経緯についてはね、これあ1回目の放送でも喋ったかな、これアメリカでこうみんながこう日本語の単語でみんなが平和に、騒ぐような、こうみんな仲良しみたいな、ラブ&ピースみたいな単語って言われて、私の脳裏にひらめいたのが飲み会だったんですよ。で、こんな素敵な曲ができちゃったっていう流れでした。ね、この飲み会が入ってるアルバムユズと、さっきご紹介した CD のカリフォルニアドリームズ、夏美ユズ公式通販ショップで、ゆずは配信だけなんだ。最近のね、アメリカの CD 作らないんですよね。配信しかやらないんですよ。カリフォルニアドリームズは、CD も作ってあります。夏美ゆず公式通販ショップで販売しているほか、iTunes、Google Play、Amazon とか、デコジョブとか、配信サイト何でも配信してるんで、よかったら聞いてください。で、一つ注意があって、配信サイトの方、アメリカから配信してるんで、こう共同制作じゃないですか。私が配信してるんじゃなくてアメリカ側から配信してるんで、日本語で夏美ゆずって調べても出てこないんですよ。なんでこう横文字でインターナショナルにゆず夏美で調べていただければ出ます。ゆず夏美で調べていただければ、私が日本から配信してるわらべ歌アルバムも出るんで、よかったら皆さん聞いてください。はい、ということで今日もう一曲弾き語りしようと思って、カリフォルニアドリームズ、その CD にも入ってる曲なんですけど、歌いたいと思います。
夏みゆずオリジナル曲で、この場所で夢を見た、聴いてください。すんだ空に花が咲いて、この場所で夢を見た、お聴きいただきました。ということで、早いものでそろそろおしまいの時間が近づいてきました。明日から3連休ですね。みんな3連休なんか予定ありますか？予定ない？あら、あの夏みゆずバースデーワンマンライブという素敵な予定があるんですけれども、1月14日、3連休最終日、月曜日祝日14時から、横浜伊勢崎町クロスストリートにて夏みゆずバースデーランマンライブワンマンライブ今日噛みすぎやります。はい、ここ川崎からもね結構近いですね。本当の誕生日1月18日なんですけど、18日平日なんで前倒しで14日にやります。そしてね、あの大事なお知らせ、開催時間が当初の予定と変更になってます。最初にお知らせした11月の時点で、18時半会場、19時開演だったんですけれども、変更になりまして、夜から昼に変わりました。13時半会場、14時開演です。お間違いのないようにお願いいたします。チケットが2500円、フルフレ抹茶がついてます。このラジオ番組でもおなじみ、で、今日のそのこのラジオ番組のテーマソングフルフレミュージックも演奏するので、みんなで一緒にライブハウスでフルフレフルフレしましょう。そして、ご予約は夏みゆず、
公式ウェブサイト音楽で海外へ行こう yuzumusic.net にあのご予約フォームがありますのでそちらからお願いいたします。それからね、その後次の週1月22日から2月5日まで、今年最初の海外演奏に行ってまいります。1月25日から27日にタイのバンコクで開催される、ジャパンエキスポタイランドにてパフォーマンスさせていただきます。兼部パフォーマンスの須尾さくらさんと、2人でやります。このイベントなんですけどね、アイドルイベントっていうかこうオタクカルチャーイベントらしいんですよ。で、私ほらね、こう今日弾き語りしたみたいな感じとかさ、結構しっとり系が多いんですけど、本当はこうアニソンとアイドルが大好きなんです。なんでもう今回はタイではもうアニソンなんか歌っちゃってもうはっちゃけていきたいと思います。で、一応今ね三味線が合いそうなアニソンとかをいろいろ検討しててもう超楽しみです。タイから、各種 SNS ね、 Twitter とか Instagram とか Facebook ページとかいろいろ投稿するんで、皆さん日本から参加していただけたら嬉しいです。で、その後、日本に帰ってきまして、その次のね海外が決まってまして、ゴールデンウィークですね。今年のゴールデンウィーク10連休らしいですけど、私はその10連休のちょっと前からちょっと後までまるっとヨーロッパに行ってきます。セルビア。セルビアってどこにあるか皆さん知ってます？バルカン半島なんですけど、バルカン半島つってもちょっとピンとこないですよね。イタリアとかトルコの近く。あんまピンとこないかな。私もね、セルビアってどこにある国なのか今回のプロジェクトに関わるまで全然知らなくて、でもその今回関わることになって聞いたらすごい素敵な国らしいんですよ。こう景色も綺麗だし、あとセルビア人なんか日本人のことが好きっていうか日本の文化が好きっていうので、三味線演奏で呼んでいただいたんですけど、いやそれも今から準備していきたいと思います。あとね、もう行きたい国がいっぱいある、ね、フランスとかね、インドとか行きたいんですよね。トルコとかね、今年は海外もご縁があるところはどんどん行って頑張っていきたいと思うので、今後も夏ミューズのインスタ、ツイッター、フェイスブックなどフォローしていただければ幸いです。あ、インスタフォローは7000人超えました、イエーイ。はい、ということで本日も今月もお付き合いいただいてありがとうございました。夏ミューズのフルフレミュージックでした。本日の再放送音源はドリームキングダムの公式ラジオブログにて近日中に公開されます。公開されたらまたお知らせします。過去放送分も聞けますのでぜひ見てみてください。次回放送は2019年2月8日金曜日です。それでは、日本の生きと風流を歌う三味線シンガーソングライター夏美ゆずでした。皆さんまた来月。